楽しみにしたいと思います。肉塊が出てきた方が中村喜ぶんじゃない？あ、出た。いきなり肉の塊ゴロッて転がるのスタジオに。お前肉好きだろ？うん、好きだけどもね。いいですよ。そう、どうでもいいですけれども、あの、話しませんでしたけれども、新年早々3日にこの2人うちに遊びに来た。仲良しさんなんですね。ええ。まあ、もう一方いましたけどね。はい。スペシャルゲストは、ね。スペシャルゲストね。うん、まあ、あの、漫画家の先生。漫画家の先生も。まあ、その、3人で遊びに来て。はい。まあ、なんか知らないけれども、大量に肉をこう買ってきやがって。高いやつだよ、あれ。知ってるけど。俺はすき焼きにしようぜ、つってさ、すき焼き肉は頼んだよ。で、まあ、とんでもない値段の肉を買ってきたの。神谷さんが、あれ、なんで寿司買ってきたのって言ったら、あの、寿司おけみたいなに入った肉を買ってきた。もうびっくりするぐらいの値段のやつを買ってきて、うわぁ、すげぇね、これ。って言って、時にこのステーキ肉は何かねサーロインって書いてたね、あれね。食べるでしょ神谷さん、サーロインも行くでしょつって、はあはあ。夜行くでしょこれみたいな。昼間に来たんだよ。そうだ。昼間に来てると夜まで行った。夜を食べて、昼間に。夜これ行くでしょつって。はぁ、あ、口の中でとろける系の値段のやつですか。とろけるんだけどね、これが問題でね、重いの。とろけたね。うん、あれね。私も食べた。ああ、ぜひぜひぜひ、次やるときはじゃあ。呼ぶよ。また高い肉か。高い肉だよ、その代わり。本当にね、胸焼けするっていうかね。あの、一口いったらいいと。杉田くんと中村くん、これどうするよ、この肉。食べるでしょ。俺焼きますよって言って、いきなりキッチンに立って、はい、フライパン回ってて、それ使っていいよって言って、それで何で焼くのって言ったら、塩コショウですよ。塩コショウはって言われて、これだけどって言って、適当にザラーってかけやがった、こいつ。バッチリだったよ。肉なのに、うんうん。塩コショウ具合バッチリだったよ。そう。はい。ということで、お送りしてきました。はい、バンクローズ、なんでファナティッククライスなんですか？昨日、レッツ。今週はですね、尺歌サイトアーティスト公式サウンドでも好評配信中。